はい、皆さんこんばんは。アイスカイティスと申します。アマリカの実況動画上げてます。なんか高田さんが8時間暴飲暴食ダイエットみたいな、あ、そうそう、会社に矛盾する文章をやってましたけど、まあ、最近なんか高田さんの動画見てはいるんですけれども、体重報告が入ってないなと思ってるんで、ああ、ちょっと言いたくない、はい、欠かさず入れてくれる。いやです、いやです。ライズアップの人やもん。トレーナー。はい、こんばんは、ガミです。あの昨日よそで人狼呼んでいただいて、あの生まれて初めて最終3人盤面のイツーポジってやつに入ったんですけど、おお、面白いですね。あのでやっぱイツーポジ入りたくなかったんで、その4人の時点で、神様僕を殺してくださいって夜時間ずっと言ってたんですけど、であのその時頭によぎったのは、あの満面の笑みでサムズアップしてる高田さんの、あの叶えなかったの、思考回路おかしいでしょ。あのもうずっと頭に高田健志がいて、しかも結局殺してもらえなかったんで、この神様はご利益ないです。お願いします。はい、お願いします。はい、ゲーム実況者の慎太郎です。ちょっとつい先日くらいかな、あの8年ぶりぐらいに熱出しまして、あ、熱の倦怠感こんな感じだったなって、あの本当に懐かしくなりました。お願いします。お願いします。はい、あたたこです。きわかです。高田さん DM 送ってるんで返事ください。はい、どうも、メイヤです。今あたそこからの DM 見たら俺も返してませんでした。よろしくお願いします。あ、そうだ、メイヤさんもだ。お願いします。あれ、はい、よろしくお願いいたします。プラタカアシです。畑さんやってたよね、8時間ダイエットみたいな。あ、16時間に1食しか食べないってやつ。あ、そっか、逆か。16時間、まあでも要は同じでしょ。同じだよね。要は一緒。同じか。畑さんが成功してたらしいんで、ちょっと僕も高田さんの結果見て、ああ、それやってみようかなと思うので、ね、ちょっとサンプルをいろいろください。あげます。じゃあ、はい、長野アルマでーす。僕 YouTube 始めて一番忙しかった時、1日1食だけ食ってたらバカ太ったんで、おすすめしません。マジでおすすめしません。逆に、あの病院の先生に、そのいっぱい時間を空けると胃が空っぽになって全部吸収しちゃうから太りやすくなっちゃうよって。あ、そうなんだ。そうで、僕はめっちゃ太ったんでおすすめしません。はい。はい、どうも、トータスです。あの最近 WWE2K23 っていうゲームで、あのプロレスラーのクリエイトして遊んでるんですけど、あの高田さんがやたら似てるんですよ。そうなんです。それを戦わせる動画を最近撮ろうと思ってるんですけど、あのこの間試しにやって、おまじボコボコにしてるの見て、かなり気分がスカッとしました。なんでや。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡田です。なんかオートファジーダイエットっていうのかな、16時間食べずに1日8時間だけは別に普通にご飯食べていいですよっていう。だからなんか16時間食べないが強調されすぎてるので、8時間もうむちゃくちゃ食べてやろうかなっていうダイエットを今日から開始しました。なるほど、そういうことか。そう、そうなの。え、めちゃくちゃ食べていいんですか。あの8時間の間だったら別に自由なんだよね。お酒飲んでいいです。なんならだから俺、あの一食分いっぱい食べていいですよ。この放送始まる前に死ぬほどお菓子食ってから開始。お菓子があんまり良くない。めっちゃ食べるんで、16時間の開始時間が伸びるパターンないです。大丈夫。じゃあ、ほとんど配信で喋って戻ってきてください。はい、はい、皆さんこんばんは、伊豆です。坂田村、楽しんでいきましょう。固定コメント、ちなみに、まあ、8時間ダイエット、16時間ダイエット、どっちでもいいんやけど、呼び方はあれね、何がいいかって、まあ、食べてもらっていいんですよ、とりあえずいっぱい。いっぱい食べてもらっていいんやけど、16時間はマジで食べない。水とかね、なんやろ。まあ、飲み物ぐらい。水、お茶、あと、こう、まあ、ちょっと100歩譲ってコーヒーぐらい。水、お茶、コーヒーぐらいやったら OK で、それ以外は何も取らない、16時間。っていう感じにすると、自然とね、体に物が入らんくなるんですよ。最初のうちは、24時間、まんべんなく食べてた人間が、その24時間を8時間に凝縮するんですよね。だから8時間に爆食できるんやけど、気づいたらね、どん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 それの時間が短くなっていって、食生活の乱れがなくなって、8時間で体内のカロリーを補完できるような生活習慣になるから、このダイエットで成功しやすいんですよね。だから、まあ、最初のうちはね、バクバク食べていいんやけど、お菓子はな、どうやろな、ちょっとグレーなところかもしれん。お菓子はね、マジでカロリー高いけど空腹感満たせるものではないから。これ俺、子供の頃にさ、勘違いしてたんやけど、パンを食べた方がお腹膨れると思ってたのよ。コンビニとかでさ、
105円ぐらい、昔の税消費税 5% の時に105円ぐらいで、でっかい丸い円盤みたいなさ、でちょっと砂糖がかかってるような薄いパンがあって、え、これ一番お買い得やんと思って、俺それを買って食べてたのよずっと。でふと気づいて、あ、でも今日はちょっとお米の気分やなと思っておにぎり食べたら、ツナマヨ、ツナマヨおにぎりの方がお腹の持ちがいいなってことに気づいて、あ、なんかそんな感じかもしれない。そう、パンとかはね、そのカロリーが高い、いわゆる菓子パンとかはカロリー高いのに腹持ちは良くないから、結局腹持ちを考えるんやったらちゃんとした炭水化物とかね取ったりとか、まあ、あとは痩せたんやったらできる限り脂質とかね糖質を抑えれば、まあ自然と痩せます。人間は正直毎日ねカロリー消費してるんで、寝るだけでカロリー消費するんで。ちなみにお風呂長風呂するだけでもね、結構ジョギングとかと一緒の効果得れますので、皆さんぜひお試しください。え、じゃ食べ切ったらそっから16時間空けなきゃいけないみたいな感じだと思います。え、オートファジってでも8時間の間だったら食っていいじゃなかったっけ、なんか見た。片底さん、私と同じこと言ってるかもしれない。あれ8時間の間に食べ過ぎると多分その間が空いちゃうと普通の食事に多分なっちゃいますよ。高田さん、やってみりゃいいんですよ。そう、やる。俺が見せてやるから、みんな。サンプルがね、増えるから。ああ、そう。どうする、これで3キロ太ったとか言って。いや、そうよ。俺、暴飲暴食してるから、ね。普通に太ると思うんだけど。普通やんだって。今のやり方だと。高田さんが3キロ太ったら僕がやります、ちゃんと。大丈夫ですよ。めちゃくちゃ食ってっから、俺。でも、ドカ食い絶対太ると思うけど、僕は1日1食の時、ドカ食いして1日持たせてってやってたら太ったから。いやいや、だから、まあ、俺が見とけよ、まあ、見とけ。あと、なんか、余裕があったら、筋トレとかした方がいいらしいですよ、あれ。いやいや、それはまたそうじゃん。そうなんですよ、今あるから。じゃあ、もうそれ筋トレじゃん。そうそう、じゃあ、筋トレじゃんってなっちゃうから。筋トレじゃん。それはやっちゃう。走るだけ楽して痩せたい。あ、そうだ。ランニングダメだ。ランニングした方がいいらしいです。ダメそうだ。しないっつって。しないっつって。今 YouTube で流れてるのを見てるこの方だけにのやつやってみてくださいよ。踏んで失敗しようとしてるよ。あの、サプリメント飲んだら。サプリメントみたいなやつ？すげえ痩せるみたいなやつ。まあ、まあ、俺がだから結果が出たらもう皆さんに知らしめるからそれで。まだ今日からだから。気になりますわ、結果が。じゃるる。今ね、うちのコメント欄にもありましたけど、結局そうなんすよ。楽して痩せるのってできないんすよね、結局。ビビら。